夏休みスペシャルやってくよ。空には無数の星が輝いています。ファンにはたまらない J リーグオールスターマッチ、 J イースト対 J ウエスト、まさに夢の顔合わせですね。今日はパンツェッタ・ジローラモさんとお伝えしていきます。チャオ、こんばんは。
無意金来た。実際そこまでいいわけじゃないけど、16歳でボランチもできるからね。あとなぜかよくリストアップされるんだよ、今回に限らず。まあ取れよ。
全国の J リーグファンの皆さん、こんにちは。さあ、いよいよ J リーグディビジョン1セカンドステージが始まります。レオーネ、ファーストステージで初優勝を果たし勢いに乗っています。グランパス対レオーネ、実況はいつものように八塚博史、ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい、ジローラモです。全国の J リーグファンの皆さん、お待たせしました。本日は J リーグディビジョン1セカンドステージ第2節、レオーネ対レッズ。山口さんか、悪くないんだけど21歳で取るほどじゃないんだよね。無意識取る前なら取ってたかも。
月下の下、選手たちが緑色の戦場に集います。今夜は J リーグディビジョン1セカンドステージ第3節、レイソル対レオーネ。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。はい、八塚さん、みんなさん、こんばんは。さあ注目しましょう。リーグ戦も始まったばかり、各チーム順位の方もさほど気にならないといったところでしょうか。ご覧ください、この輝く太陽。今日は J リーグディビジョン1セカンドステージ第4節、レオーネ対サガン。実況は私八塚博士、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。全国の J リーグファンの皆さん、お待たせしました。今日は J リーグディビジョン1セカンドステージ5回戦ジュビロ対レオーネ、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。チャオ、こんにちは、ジローラモです。面白い対戦になりました。リーグ戦も始まったばかり、各チーム順位の方もさほど気にならないといったところでしょうか。
上空には綺麗な星空が広がっています。今夜は J リーグディビジョン1セカンドステージ6回戦レオーレ対ヴィッセル、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。今回は中途半端だけどこの辺で。